今日の洗濯天気予報をお伝えします。まずはお洗濯情報マップで見ていきましょう。今日は洗濯物の外干し OK となっているところは多いのですが、福岡、東京では心配、または札幌では NG のち心配となっておりまして、部屋干しがいいというところもあります。今は外干しできるところもあるのですが、午後以降ほど注意が必要と福岡や東京などではなりそうです。ではこの先の予想を見ていきましょう。今日は薄雲が多くはなりますが、広く日差しが届く見込みです。ただ風と風のぶつかり合い、湿った空気の影響などにより東海や関東の南部などでも雲が多く、午後以降は雨の降る可能性もあります。東シナ海側の方でも雲が多くなり、雨の降り出してくるところがありそうです。北日本方面、北海道などでもにわか雨にわか雪の可能性があります。干せるタイミングなどはありそうなのですが、空の変化に十分注意をして早めに取り込んだ方が良さそうです。また今日は日差しが届くところは多くはなるのですが、明日になると発達した低気圧や前線が通過する影響で全国的に雨や風が強まり、荒れた天気となることが予想されます。今日の日差しは有効にご活用ください。またお天気アプリウェザーニュースではお洗濯情報も確認することができます。ぜひご活用ください。